はい、おはようございます。さあ、本日はですね、1月の、何日ですか9日でございます。9日ですね、新内導入日という形でございますね、はいはい、昨日はね、成人式もあって、はい、そうですね、もうおめでたいですね、新成人の皆さんね。はい、おめでとうございます。自分が20歳の時を思い出せばね、はい、こんな30歳になるとは思ってもませんでした。はい、はい、というところで今日はですね、新内なんで新内をします。はい、その通りでございます。はい、はい、何をするんでしょうか。バルブレイブ。はい、ありがとうございます。はい、ただね、ちょっとね、僕らの準備不足というか、朝起きれなかったっていうところも含め、1台しかちょっと取れなかったので、交代交代でちょっと画面に映りながら、ちょっと実践していくようなスタンスでやれればなと。まあ、途中もしかしたら席空いたら、2台横並びとかできたらいいなと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと1人ずつみたいな感じの、まあ、ちょっと変則的な打ち方になっちゃうんですけど、そんな感じでやれればなと思ってます。はい、というところでどうですか、バルブレイブの方は。いやー、面白そうですよね。かなりなんか出そうだよね。出そうな感じはしてますね。というところで、まあ、ちょっと変則的な感じになってしまうんですが、はい、新成人をお祝いしながらね、今日もポチンコ楽しく30歳ながら打っていこうと思います。はい、ということで早速実践の方までスタート。いってきます。はい、ということで早速やっていきたいと思います。最初は赤座からです。今回ズラッピーフィーバー、革命期バルブレイブ3ということで、サンキョーさんの代ですね。はい、はい、簡単に、スペックの方を説明させていただきたいと思います。大当たり確率319分の1、卒業率が、59.2% なんですけども、引き戻しを合わせたら約 70%。 そこから、ST タイプで、100回転中に、45分の1を引けたらいいですよっていう感じの台ではございますので、至ってシンプルな台になっておるのかなと思います。はい、で今回、カスタムも、一応レバ、通常通り先読みカスタム、レバブル、V フラっていう感じなので、まあ至って本当にシンプル。僕今回先読みカスタムのチャンスにしてるので、まあ先読み来たら約 40% 超えですよっていう感じの感じになっておりますね。はい、今回の、キーポイントの演出になります、腹切りゾーン、トータル 74.4%、 噛みつき演出ですね、 74.7%、 革命の音の演出が 70.4%、腹切りブレード 69.5% という感じで、まあ従来通り、しっかり熱い演説は熱いよっていう感じのそうなんだ。はい、あんま分かってないですけど適当にちょっと喋りすぎてるかもしれない。まあまあ、でも、まあ、大体 70% あるよと、これ今説明させていただきた演出いくと 70% 以上、約 70% 前後ですよっていう感じなので、まあ当たる時に絡みやすいんじゃないかなと思っております。まあ、あとは保留の色とかもね、 赤とか以上からまあめちゃくちゃ熱くなってくるのかな。赤保留が 62.5%、 金だと 95% とか、なんかあとなんか、まあルーンドライブの保留だったりとか、 LLF の保留、ソウチの保留とか、なんかいろいろあるんですけども、そのあたりも、楽しんでいただけたらなと、見て楽しんでいただけたらなと。楽しんでいただけたら、見て楽しんでいただけたら、保留を見て、うん、あ、この保留来たんだな、なるほどね、うん、何パーセントなんだろうな、考えていただいて考えない、うん、一緒に考えていきましょうっていう感じでやっていきたいと思います。なるほどね。はい、なんかちょっと新鮮な感じだね、なんかね、もうね、まあそうだね、ちょっとたどたどしすぎるけどね、ちょっとねやっぱただ紙読んでるだけだったから、うん、人ってやっぱり慣れって大切だと思うんですよ。まあ普段からシュンとかで説明してくれてるじゃん、うん、だ俺も隣でいつも聞いててさ、はいはいはい、俺もなんか説明した気になってたの、まあね、感覚的には、まあまあまあ、全然説明できなかったしかも信頼動画なのにね、うん、大切なね、説明がね、本気で詳しいこと知りたいって方は、ニーチョク島田さんや、せせりくんの動画見てください。ダメですよ、それはダメです、ダメです、はい、俺らの意味がなくなっちゃうから。そうですね、はい、はい、まあでもやっぱりその当たってる姿をね、まあ、結論そこなんですよ、当たってる姿を 見たいと思うので、何ですか、まあ、当たってる姿を見たいと思うので、まあそこを目指す。ちょっと不安だな、この後大丈夫か。マジで全然大丈夫、正直全くあなたは大丈夫かもしれませんけど、トークだったりとか編集の難しさだったりは不安で仕方ないんですよ今。僕に関しては全然そんなの気にしておりませんし、あなたはそりゃそう思うけど、こっちからしたら今のところ
不安で仕方ない。100点のトークで送ってお送りさせていただいております。何ですかそれすらもかむってどういうこと全然大丈夫。発展しましたね。ネクスト行きました。さあ、ギジス3まで行ってます。あら、激アツ。なんでちょっと今嘘でしょ。なんか突然来ました。激アツ出ちゃってるんで、まあ一応青天杯6天杯でございます。一応6天杯の法則もありましたね。奇数がラッシュ突入濃厚なので、はい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 、一応6点牌は、1号 SP 入りましたね。1号 SP で腹切りブレード濃厚でございます。なので結構あっちあっちになっております。激アツ通り X ラインでございます。一応これが、1号 SP となっておるので、まあ、なんか2回説明してるんですけど、ちなみにさっきのフィノフラッシュ王国なんですけど、はい、赤だったら 43.2% だけど今激アツ金だったんで 88.1% あるんで、なるほど、かなり期待度高いで、まあ、でブレード突入濃厚ですか。これはそうですね、ブレードの、そうですね、ブレード来ますね。はい、ん、噛みつきか。あ、ブレードですよね、腹切り。はい、来ました。見せれた、早速ありがとうございます。はい、さあありがとうございます。26ゲーム目、6回転目。おお、これ1号機 SP ですか。はい、1号機 SP、 1号機 SP です。相手誰でした。相手イクアインみたいなやつです。イクアインさん、イクアインさんは腹切りブレード突然の場合 69.4%、 なるほど、はい、なんでかなり、攻撃率絡んでるんでかなり当たりやすいと思うよ今回。なるほど、はい、で朝126回転、そうですね、朝一26回転の当選2000円になっております。かっこいいね、超かっこいい、絶対当たるやつ。さあこのままいい感じですね、まあ、80% 超えも絡んでるし、まあ激アツも出てるし、ブレード絡みの一応 SP なんでおそらく大丈夫だと思う。レバーが出てくる、ここの中レバーじゃなく、レバーだったら大当たりの子 OK じゃない。まあありがとうございます。よほほほほ、朝一からさすが当てちゃいました。ごめんなさい、ごちゃ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 下回ったしながら当たっちゃった。超かっけえな、おい、ありがとうございます。早っ、319、こんな早く引く。さあありがとうございます。青図柄の、なのでまだラッシュ濃厚というわけではないんですね。でここでボタンとかもあんのかな。ここへそからは 59% で時短込み 70% なんで、これへそで 59% 取れてればって感じですね。約 60% スルーしたから、ここは単発、単発単発だけれども時短が100回転つくん でそのうちに最終的にけばって感じ、はいはい、ここからの昇格方ももうないとは思う。昇格がなすれば前のところでの昇格って感じですね。はいはいはい、はい、で基本単発の場合は、2ラウンド300発で、時短が100回転つけますよって感じでございますと、はい、いうトークをしなきゃいけないんですよ。ありがとうございます。早いね、全部取られちゃった。ありがとうございます。で一応革命チャンスが、今、俊太君が説明するしてくれた通り時短100回転でございます。でこれの引き戻しの確率が約 26% とかなのかな、26.9% とかなとかですね、はい、はい、まあ、シンプルに319、100回中以内に319を引こうっていう感じなので、そこを狙っていこうっていう感じでございます。さあ煽り来てる、斬撃バトル、どうなんですかこれは。さすがに、あー、なるほど。いやでも朝一早いね、だいぶ早いんですけど、正直何が起こってるかも正直分かってない。早すぎる、もう頭に入れてきたものがもうどん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 現れて、さあこのまま行く時もある。あー、でも基本的にそのラッシュ中と時短の演出がほとんど変わらないそうなんですけど、はいはい、でやっぱりこう期待度、演出の期待度だったりとかはやっぱラッシュの方が期待度かなり高くなってるから、結構熱いものが時短中は来ないとなかなか当たらない、はいはいはい、はい、っていう感じだそうですね。
まあそうです、319を引かないといけないってことですもんね。いやー、残り10回転ちょっときつそうだな。どうぞ。なるほど。ということで、時短駆け抜けまして、単発だったっていう感じでございます。さあ、残法はどうなのか。まあっていう感じでちょっとごめんなさい、バタバタしましたけども、今ので、まあ、大当たりから時短の、ルートだったよという感じでございます。さあ、完璧な、説明を聞いていただいて、どこがですか、皆さんもすごく教養深まったのかと思いますんで、このまま頑張って打ち続けていただいきたいと思います。もう大丈夫ですか。全然大丈夫です。正直全然大丈夫じゃないから言ってるんですよ。大丈夫だったら出てこないんですよ、大丈夫ですかは、ね。やっぱ人間誰しもその流暢に喋れると思わないでください。やっぱり噛んでしまうので、オープニングでも話しましたけども、成人式だったじゃないですか昨日は。ああ、そうだね。僕らも成人を迎えてから約10年経って、10年ぐらい経つね。その時何かなりたいものとかはあったんですか、将来。その時なりたいものは別に特に決まってなかった。ぶっちゃけ迷うじゃん、20歳の頃ぐらいって。まあそうだね。そう、もう何すればいいかも分かんないし、はいはいはい、就職してるやつもいれば学生やってるやつもいるし、フラフラしてるやつもいる中で、はい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 、何になりたいとか正直決まってなかったけど、ただ一つブレなかったこと、ブレなかったこと、うん、それは、何者かになりたかった。そこだけはブレなかったね。都市伝説系にみたいに言うじゃん、その何者に。俺カメラ撮られてると思って今喋ってた。素晴らしい、素晴らしい。何者かにはなりたかったわけよ。なるほどね。何か職業が決まってなかったんだけど、はい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 、でも何者かとかなんかすげえやつとかそういうものにはなりたかったね。でも、じゃあまあでも10年経ってから一応何者かにはなれたなって感じはしてる現状。まあ10年経って何者だとは思ってる俺は今自分で。俺は何者だって、はてな増えてた。そうだから今20歳で、僕らオスピ20歳の子とか若い子たち見てる人多いと思うんで、そうですね、まあ、先にこうね、まあ、人生の先輩から言っておくと、本当にこう逆に言えば今あなたたちは何者にでもなれるわけですよ。はいはいはい。だからそのチャンスを持ってるってところだから、はいはい、可能性をね。パチンコ打ってる場合じゃないよ本当に。こんな動画見てる場合じゃないよみんな。今すぐ何かに打ち込むべき、今すぐ行動しろ何かに。みんなまだ間に合うぞ。まあでもね、逆に言えば俺らみたいな奴らもいるから、まあ、まあ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 、いくらにでも何にでもなれるし安心してもらえればあったらどうですね。そうですね。逆に赤田さんはなんかなりたかったものあった？なりたかったものっていうか、もし戻れるならっていう。もし戻れるなら、そう、もし戻れるならマジでちゃんと生きればよかったって。どういうことだ、ちゃんと生きればよかった。それこそ僕なんて本当に分かりやすくパチンカスっていう名前だけあって、何も考えずギャンブルやったりとか、はいはいはい、なんか何も後先考えずこの職ついてみようとか、なんかいろいろ考えずにこう生きてきた10年間っていうか、20歳から、教訓としては、成人になったみんなに伝えたいのは、本当に人から借りるな。金を、いろんなものを、ね、いろんなものを借りるな。自分でできることは自分でやれ。これを本当に伝えたい。ふんわりすぎて分かんないね、あなたの状況。俺は分かるけど、全貌をね、いや俺は分かるけど、見てる人は何の話をしてんのってなってるから、今ぶっちゃけ何があったのっていう、察してくれ。はい、というところで私に変わりましたので、ちょっと私バージョンでやっていきたいと思います。ちょっと赤田さんがね単発で終わっちゃったんで、ちょっとラッシュ入れられるように頑張りたいなと思います。さあ、青同色来てますね。さあ、これルーンドライブ予告、これルーンドライブ青だったら 18%、 これ赤だった場合は 45.2% みたいな感じで、もちろん赤がいい。で、一応当たりにも一応絡みやすいらしい。ただ先読みは来てない。4点敗。さあどうなる、ギジさん行く、これ。お、赤の龍じゃん、マジであるぞこれ。 60% 超えでございますね。 62.5%。
熱すぎこれ。待ってこれさ、先読みチャンス入れてるけどさ、先読みなしとかで普通に急に変わるんだね。さっきの赤田さんのやつ、あこれねタイトルの、ね、赤がめちゃめちゃいいです。うわーもうこんなんいったわ。ごめんなさいね、いろいろバタバタして申し訳ないんですけど、これパイロットエスピリーチだっけ。はい、そうですね。パイロットエスピリーチは革命の男国発生時は大当たり濃厚でございます。なんでこれは当たる。はい、突然来るねやっぱでかすぎ。こういう感じで当たるんだ今回。いやこれ一瞬先読みも来てないからね、今何も見逃せない。すごい。さあ素晴らしい。さあここからへそからは60なんだっけ、59%。はい、約 59%、はい、いけ頼む。ここが光ってたり、うん光ってないな。頼む、ラッシュ見たいよ。2連続単発いらないよ、動画で止まれ。くわ上がれ、ぬるっとぬるっと、くーダメか。なるほどね。さあ切れ、ここからの昇格とかもあったはずだけど、もうこれ以降はないのかな。いやいやいや、なるほどね、こんなあっさり当たるんだ。そうだからマジで何だか分かんないまま当たってる、ね、だからいろいろ法則とかを知りながら打った方が多分これ楽しいと思います、はい、いきなり当たったりとかね、これはこうだからとか、ここでこれ来たら熱いとか当たるとかっていうのは分かったまま打つことをぜひおすすめしますというところで時短いきましょう。赤ホリーは来ただろこれ。来たじゃんこんなん。やってる時短中の赤ホリーなんて絶対来ただろ。さあこれ一応ねラッシュ中と演出ほぼ変わらないらしいんですけど、時短中の方が期待は低めだけど赤だから当たるよね。11回転で引き戻し、ちょっと早すぎる。さあこれを切ってって2ラウンドなのか4ラウンドなのか6ラウンドなのか、はたまた10ラウンドなのかってところでございます。で今回は6ラウンドって感じかな。10ラウンドだったら1500発って感じでございます。というところで6ラウンドなんで900発ですね。これなんでラッシュ中は振り分け 50% で900発かもしくは1500発というところなんで、なるべくラッシュ中は、振り分けよくやっていきたいよねというところで、ここからラッシュ入らせていただきますというところで、ラッシュ中はですね、ST 回数100回転のうちに 45.5 分の1を引けばいいという、ST タイプになっておりまして、で、ごく稀にというか 6%、引いてれば時短が1万回ついてるよみたいなバージョンもあるらしいので、それはまあ ST がね終了した時に分かるらしいので、あまり気にしないで大丈夫です。とりあえずは100回転のうちに 45.5 分の1を引けばいいよねってところでございます。とでラッシュ中の振り分けも先ほど言いましたけど 50% 以上で、900発は1500発あとは2ラウンド4ラウンドって感じなので、なるべく多い振り分けを取っていけばいいよねってところでございます。とまあ回していきましょう。うわ終わった、最悪でございますわ。さあもしこれね当たったうちの 6% 引いてれば時短1万回転実はついてましたよみたいなジャッジをここでしてくれると、一応確率的には 30% ぐらいあるっぽい。これが666になればね、はいそうでしたよっていうジャッジです。でも基本期待しない方がいい、まあこんなもんっていう感じの。ごめんなさい、めちゃめちゃドタバタしました。通常時から、時短引き戻したりとか来週入ったりしたんですけど、駆け抜けですって感じでございますね。やり直します。ん？先読んでる、これ先読んでそうだな、先読んでそうでございます。さあ導き出されるまで結論まで待機中という出てるな。これ先読んでるよな多分。一応 40% 超えですね、カスタムしてるんで早速に発展するはずですよね。さあビーストハイチャンス、赤いね文字がいいね。あこれね、これスロットの時ね、ポイントを上げていくやつね。そうですね、いいね、これパチンコでも引けるんだ。さあ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 、どれぐらいまでいく、もちろんマックスがいいんでしょうけど。おあなるほどね、そんなおもろ、おもろいんですけど。バルブレイブさんいけ、しかも今なんか言ってるから、喋ってるから、しかもかあ赤になってますね、はい、おもろすぎるこれはマジで。いやさあいい、ね、赤からなんでラッシュ濃厚でございます、はい、いやおもろいぞこの台マジで、今ので当たっちゃうんだ。いや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 、いいこれはいいですわ、いきなり来たね。さあ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 、先読んだだけだよ。
はい、というところで整えてきたんで、ちょっとさっき駆け抜けちゃった、ちょっとまだねラッシュ青スピードしてお見せできてないんで、しっかりやっていきたいなと思います。はい、行きましょう。まずは当てることが大事。 45.5 分の1だから。おいおいおい、ちょっと待って、マジで何にも来ないぞ。あ、そういいよ、こういうのでもいいからボンボン来て。全く当たる気配の一つも来ないマジで。おい、どうした。いや、うまいのが下手なのかマジで。いや、本当だよマジで。ラッシュなんでこんな下手くそ俺。おい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 、やべえマジで。2連続駆け抜けはやべえよ寝台でもう。うわー、マジか。じゃあここにかけましょう皆さん。この、ね、ね、当たりの時代の時の 6% 浮いてたら1万回の時短がつきますね。頼む、これも見てみたいよ。逆にこれも見てみたい。逆にね、来い、行け、来い。おるすごくない。ちょっとマジか、引きよかったわ。引きよすぎじゃない。よかったわ、よかったよかった。さあ、ということでここね、1万回の時短がつきまして、この間は319になります。はい、319なんで結構はめちゃうこともあると思うんですけど、まあ1万回もあるからね。いや、これ見せれた、嬉しい。いいね、めちゃめちゃ嬉しい。おお、来ましたね。さあ、319引いてました。ところで330回転くらいかな。さあ、ここから何ラウンドなんですかってところでございます。4ラウンド今回は、まあまあまあいいでしょう。さあ、というところでここから、私3度目のラッシュですね。行きます、そのまま。もう俺は行くよ、さすがに1回は出よう。さあ、いいよ、緑エフェクト。さあ、こういうバトルでいいのよ、こういうバトル。どんどんちょうだいな。おー、そうそうそう、こんぐらいで当たっちゃっていいのよ。気持ちいい。そうなんですよ、意外とこれぐらいで当たるのがこのラッシュのいいところ。見せれてる見せれてる、いろいろ。6ラウンド、さあ10ラウンドいっちゃおう。さあ、6ラウンドですね。なんでこれは 40% 取ってますよってことですね。よしよしよし、どんどん行こう、どんどんいっちゃおう、どんどんいっちゃおう。 45.5 分の1ちゃうからね。 OK、 早ー、これこれこれ、90% のいいところ。おもろそうだな。いいですね、素晴らしいですね。これすごいな。ちょっと乗ってきてるよ。うわ、これ気持ちいい。さあ、奇数図からなんで2ラウンドは否定してくれます。あとはじゃあ4、6、10のどれか。6ラウンド、10取りたいよ。いや、6か。あ、これですね、一応5連するとミュージックモードっていうのは、ミュージックタイムが解放されて、いわゆるさっきの1万回の時の時短でついたもの、あれはスペシャルミュージックタイムなんですけど、が見れますと。なんで PV が見れるようになります。はいはい、はい、で当たった時も、スロットと一緒で、あのブーンってやつになります。なんでだからミュージックビデオ見たい人とか、そのブーンが見たい人は5連させてミュージックタイムぜひ見てくださいねみたいな感じ。まあ1回やってみましょう。うん、いいね。さあ、これローズですね、この咲き方の順番だったりとかで、いろんなバラバラだったら当たり濃厚とかあります。で、今のは普通にこの煽りがね、3回目とかだったら大当たり濃厚、あとは順番がいろいろバラバラだったりしたら大当たり濃厚とかあります。はい、あれブーン来ないな。いいよ、緑、赤、かあ、緑だと今のとこ当たらない。おお、当たるんだそうなんだ、当たるんだ、当たるんだ。しかもあれだな、ブーン来ないんだこれ。あれ、俺のミスかな。うおー、気持ちいい、こういう当たりもあるのね。結構ギリギリだった。いや、まあまあまあ意外と。あ、全然全然。さあ、4ラウンド、なかなか10ラウンド引けないな。いかにこの 90% の恩恵を取り続けるか、はい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 、が重要な気がする。やっぱ出玉はね、うー、これですよ、これだ、これですよ、これ気持ちいいねマジで。これパチンコでも見れるなんて。おい、ブーンで切って2ラウンドかい10ラウンドだろ。だったらさあ、5000発ですね。長いの、長いの。いや、そういう違和感もあんのこれ。マジでこのスマスロのバルブレイブのやつじゃん、おもろいじゃん、これ、これいいじゃん、マジでいいね。やっぱいい感じで、このね、パチンコだけではなかなか出なかった汁とかが、やっぱそのスマスロのあれも取り入れつつ、なんかいい感じの汁が出る人が続出しそう、この台。そのいい感じの汁って何ですか。めちゃめちゃいい感じの汁出てる俺今。興奮しすぎないで、つまんなすぎない、はいはいはい、ちょうどいい汁よ、ちょうどいい汁ね。いやー、いいね、おもろいね、長いよ。うわやっぱそういうのなんだよね。おー、当たるんだね。一応これ自体も64%くらいあります。
さあでもここでまあさすがになかなかないとは思う。見せてお願い。うんですよね、多分これが通常だと思います。さあというところで、48斬撃のトータル7200発って感じですね。これ100とか行き始めたら気持ちいいんだろうな。100、200、300とか確かにね。あっていう感じでございますと、これはおもろい、はい、おもろいですわ。ん、先読み青同色来た。久しぶりに来ましたルーンドライブ。青ですね。青なのでどうなのかってところですけども、赤じゃないけども、さらなる6点敗来るか。おー来た、ギジさんワンチャンあるか。さあ来い。んー、どういうことこれ。いいんじゃないですか、アキラさん。さあ6点敗、緑掘りですね。おし来たか。おい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 、これはあるぞ。547回転相当長かった。ありがとうございます。おー噛みつきエース来ました、ありがとうございます。 74.7% 74.7 注目エースの1つ。おーやべえ音鳴ってるぞ。おいいきなり来た、おもれおもれ、やっとだよ。あ、ありがとうございます。今回の一番強い演出ですね、あーリーチですね。クライマックスバトル、クライマックスバトルなので、まあ、基本的に 70% 超えぐらいだと思うので基本的に当たるかと思ってる。いけ、さすがに演出かぶってるから、かぶってるじゃない、重なってる。 OK、 かっこいい、いこう。どうなる、いけ、いきます。 OK、 よかった、やっとだ。さあここで、まあ青ズガなので昇格がない限りは時短になっちゃうと。この後ですね、大切なの。頼む。さあボタンを押し、おーいった、よし。まあ今こんな急激になったので、ラッシュ濃厚でございます。おっかっこいい、よかったマジで、ありがとうございます。赤に変わってラッシュの子、やっとラッシュできる。長かった本当に。さあマジでここ本当に入れないとマジで何もやってない。俺今日朝一すぐなんかよく分かんないまま入れて終わり。緑、うん、カスタムはなんかしてる。え、カスタム、カスタムは何も入れてない。さあ来てる、保留がドリンクに来ました。ビーストアイ、そのビースト感は、はい、46% ありますね。ありがとうございます。で 50% 超え、ありがとうございますじゃなくてしゃべるんだよ。ありがとうございます。はい、説明するんだよ。ありがとうございます。まずは重ねていこう。全然足りないから。なんか保留変わってたな今。6、真ん中は熱いんじゃない ？OK、ありがとうございます。普段右になるんですけども真ん中になると熱いとかあったような気がする。2ラウンドか。さあ少しまだ大丈夫。おーいいよ。さあこのままいけ、 OK。 さあ6だからな、どうなんですか。2ラウンドさあ昇格してほしい。 OK、 これで4、あ6、おこういくのね、なるほど。 OK、 煽ってる。さあ八田川沙織、3-3の真ん中は熱いでしょ。いけ、あーい、おー、ブル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 してる、ありがとう。いいよ、あ、来ました、ミュージックタイムね。はい、まあ一旦僕、まだ革命でいきたいと思います。うん、来そう、つかめ、いけ、お、つかめ、つかめ、OK、 ゲットつかんで、うーん、2ラウンド、2ラウンドはちょっと微妙。おー待って、簡単に当たってくるのマジで。おーこれ熱いんだな多分。ありがとう、熱い。アンコールチャンス。さあこれルーレットでね、ここに入ればいいってやつなんですけども、どうなの。祝祝、ちょっとこの順番は良くない。まだいけ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 、ここここここ、いけいけ、触れろ。うわー
何したの俺マジで。さあ残歩で引き戻しはあるのかないということで終わった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあというところで、はい、まあじゃあ早速ちょっと結果の方から。今日はまあ一人画面打ちというところで、はい、投資がですね3875玉、はい、回収7632玉の収支プラス3757玉という感じでございますと、はい、まあ勝ちですねシンプルにいやまあ勝ちなんですけど、なんかわかんないですけど勝手に気持ちは負けの気分ですよ僕は。あ、そう。相当あの深いところまでハマっちゃったから。まあまあつっても500とかでしょ。まあまあまあ時短そうですね、 ST 込みの500とかなんで、まあ、実質で回したら400ぐらいでしょ。そうですね。って考えると全然全然、まあまあでもまあやれたのかいやどうなんだろうね。ちょっとこうやっぱ継続率 90% って書いてあったから、はい、少ない手玉でどんどん連チャンさせていくのかなみたいな思いきや、はいはい、意外とやっぱ連チャンしない。まあまあね、感じはまあ2回3回しかやってないから、3回か合計 ST、はい、やってないんで、まあ、駆け抜けとかもあったりもしたんで、なんか、はい、もうちょっとなんかそうだね、俺だったら俺がバルブレイブだったら、うん、俺がバルブレイブ、俺がバルブレイブを作るんだったら、はいはい、もう例えば3回4回とかの ST で、はい、でもゲンさんみたいな感じ、もっとひりつくようなあのスマスロのバルブレイブを投手したような、はいはいはい、ひりつくようなラッシュの方が確かにね、なんかこうまあよかったのかな、2分1でブーンなるかならないかみたいな、まあ俺的にはね、はいはいはい、うん、まあ、僕はそのこのタイプ楽しかったんですけど、うん、ただやっぱりラウンドが、うん、やっぱ2ラウンドとかだとやっぱ伸びていく感じが、うん、まあしないっていうか、そうなんだよね、ちょっと最近10ラウンドに慣れすぎてて、10ラウンドとか3000パスとかね、そうそうそう、うん、なんかそこがねもうちょっとこう振り分けがもうちょっと良かったらいいなかったのかなと個人的には思っております。そうだね、はい、ですね。まあでも楽しかったんでいやギミックはね、てか演出とかはめっちゃいいですね、うん、いい正直いい、めっちゃ派手だしかっこいいしね、うん、おもろいんですけど、うん、そこをねもうちょっとまあ出せなかったからだろうね俺たちまあそれもある正直ね、うん、それもありますね、うん、まあ出とこなんで、まあでも俺はちょっと明日また撮影するんですけど、とあるの方がね、あ、まあまあ、楽しみかなってところがあるんで、はい、はい、まあそんな感じでね、ちょっと信頼もボンボンボン上げていこうかなと思います。はい、と私たちツイッターだったり X ですね、インスタグラムだったりもやっておりますので、はい、ぜひそちらもフォローお願いします、はいはい、そしていろんな全国各地来店させていただいておりますので、はい、来店スケジュールもコメント欄から見れるのでぜひ見てください。はい、はい、というところで、はい、こいつらなんかおもろいんだよなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。じゃあ次の動画もまた楽しんでください。さよなら。さよなら。勉強頑張るよ。ありがとうございます。